サンフランシスコでストリートシートを売る販売者ストリートペーパーとは、ホームレス状態にある人や生活困窮者が仕事として収入を得るために路上で販売する雑誌、新聞、また主にそのような人々を支援するために発行される雑誌、新聞である。原則、雑誌価格の半分以上が販売者の収入となる。一般的に書店や小売店では販売されない。 世界のストリートペーパーが加盟する組織国際ストリートペーパーネットワークによれば現在ヨーロッパ、北米、アジアオセアニア、中南米、アフリカを含め世界35カ国25の言語で100以上のストリートペーパーが発行されている。最も知名度の高い雑誌ビッグイシューはイギリスや日本などで発行されている。タブロイド版の新聞形態を取るものもある。 発行頻度は、週刊、各週刊、月刊など各紙によって異なる。紙面の内容は、ホームレスや貧困問題、環境問題といった、社会問題と、著名人、俳優のインタビューなどエンターテインメントを合わせたものが、多い。質の高いジャーナリズムを目指し、一般的なメディアが取り上げない、テーマなどを積極的に取り上げるなど、オルタナティブメディアとして機能しているものも多い。 イギリスでは国内で最も売れている雑誌がビッグイッシュという時期もあった。販売者であるホームレスや生活困窮者にとって収入を得る手段となっているだけでなく、社会的つながりを生み出したり、路上で販売することでホームレス問題の認知を広め、市民が買い手となることで市民を巻き込んだ問題解決を目指している。また、ホームレス当事者のインタビューなども掲載し、 市面を通じて社会の終焉に追いやられがちな人々の声を発信している。販売者が執筆するページを設けているストリートペーパーもある。ストリートペーパーの先駆けとされるのは1989年にニューヨークで創刊されたストリートニュースである。運営母体は非営利団体や社会的企業、事前団体、キリスト系福祉団体などが多い。 工房ニュースの初期の第一面1989年にニューヨークで創刊したストリートニュースが現代的なストリートペーパーの始まりとされているが貧困層やホームレスが新聞を売ることで社会問題を提起する動きは19世紀から始まったと言われている。ジャーナリズム学者のノルマフェイはキリスト系福祉団体ザサルベーションアーミーが1879年に ロンドンで創刊した反体制、地下活動、代替的新聞の初期的な形式であるザオウクライに言及している。ザオウクライは同団体のメンバーや生活困窮者が販売することで自分たちの劣悪な生活環境を人々に訴えていた。別の起源としては1915年から1930年まで米国オハイオ州シンシナティで発行されていた放剖ニュースがある。 同新聞は著名な労働者や社会運動家だけでなく、世界産業労働組合組合員による、オーラルヒストリーや書き下ろしによる、気構方々や物恋のアートワークが掲載されていた。カトリック・ウォーカーのような1970年以前に、発行されたほとんどのストリートペーパーは、宗教団体との提携で発行していた。19世紀終わりから20世紀初期にかけての、 労働写真聞や他のオルタナティブメディアのように初期のストリートペーパーは創刊者が普通の人々に関する問題が主流のニュースで報じられていないと感じたという動機で創刊されることがよくあった。米国における現代的なストリートペーパーの登場は1980年代終わりでホームレスの増加という要因や主流メディアによるホームレスの取り上げ方に対する ホームレス支援者の不満を受けてのものだった。当時、多くのメディアはホームレスを犯罪者や薬物依存者のように扱っており、社会的や政治的要因ではなく、自身の怠けによってホームレスになるものだと決めつけていた。従って、最初のストリートペーパー相関の動機の一つが、既存メディアによるホームレス叩き報道への対抗だった。1989年代終わりに、 ニューヨークで創刊したストリートニュースが初の現代的なストリートペーパーとたびたび言われている。創刊時にはすでに中小の新聞が発行されていたもののストリートニュースは最も注目を集め多くの他市にとってカタリストとなっていった。その他多くのストリートペーパーも1990年代初めに創刊され1992年に ボストンで創刊したスペアチェンジニュースのように知名度の高いニューヨークの新聞を参考にしたものもあった。この間に毎年平均5紙が新規に創刊された。この躍進はホームレスに対する考えや政策の変化、デスクトップコンピュータを使用することで発行が容易になったことに起因するとされ、フィリピンのジープニー氏編集者のウィリアム賞は特に西洋での政府支援が ストリートペーパーの繁栄の有力な原動力になったと述べている。2019年時点で世界35カ国25の言語で100以上のストリートペーパーが発行されているが、2018から2019年には世界で1900万部以上が売れ、推定460万人に読まれており、2500人のホームレスや生活困窮者が 自身の生活のために販売している。オランダのズーテルメールで、ストラートニュース誌を売っている販売者ストリートペーパーは、米国やヨーロッパを中心に、世界中の主要都市で始まっており、特に、ドイツでは1999年から、他の欧州地域と比べ、ストリートペーパーの市場が拡大していて、スウェーデンでもルーマ、シチュエーションストックホルム、フェイクトムが2006年に、 スウェーデン出版社協会によるジャーナリズムのグランド賞を受賞している。そして、ストリートペーパーはカナダ、アフリカ、中南米、アジアオセアニアのいくつかの都市でも創刊している。アジアオセアニアは日本、韓国、台湾、オーストラリアでビッグイシューがある。また、米国でもいくつかのストリートペーパーが英語以外の言語で発行している。1990年代中頃、 ストリートペーパーの活動を強化するために業界団体が設立された。国際ストリートペーパーネットワークインスプ1 9 9 4年設立や北米路上新聞協会ネイスナ1 9 9 7年設立はストリートペーパーの支援と倫理基準の遵守を目的に活動している。特にインスプは新たにストリートペーパーを創刊する団体を支援したり、 1990年代には主要メディアにストリートペーパーを取り上げるよう働きかけたり国を超えた運営団体の交流を促進した。インスプトネイスナは2006年に自身のリソースを統合することを表決し各市がコンテンツを共有するニュースサービスの運営や記事をインターネット上でアーカイブするプロジェクトを共同で行った。国単位のストリートペーパー業界団体は 欧州でも結成されている。しかゴでストリートアイズを売っている販売者多くのストリートペーパーには主な3つの目的があるホームレスや社会から阻害された人々が販売するということがストリートペーパーの特徴となっており多くのストリートペーパーは社会問題を報道し一般大衆にホームレス問題について伝えることを目的としている。また二次的な目標とされるが 購買者は、ストリートペーパーを読むこと以上に生活に困窮する、販売者の自立を応援し、連帯の意思を示してくれるようになることを目指している。ストリートペーパー読者の正確な読者層ははっきりとしていないが、シカゴのストリートアイズが1993年に行った2回の調査では、読者は大学教育を受けている傾向があり、半数以上が女性で、 同じく半数以上は未婚だったとしている。ほとんどのストリートペーパーにおける販売は、ホームレスの販売者に低価の数割で雑誌、新聞を売り、その後販売者が路上で売ることで、その時の売り上げをすべて得られる仕組みになっている。販売で得る収入は自分の足で這い上がるためのものとされる。販売者が自らのお金で雑誌、新聞を仕入れ、 販売で収入を得る仕組みにしている理由は販売者自身がお金のやりくりに関するスキルを身につけるためである。ほとんどの新聞の販売者は ID カードやバッジ、メッセンジャーバッグを正式な販売者として登録されている。ストリートペーパーの多くは販売者に対して行動規範にサインを求めるか、あるいは正しく振る舞うことを求めている。米国やイギリスにおけるほとんどの ストリートペーパー販売者はホームレス状態にあるが、それ以外の国の新聞のいくつかは主に難民によって販売されている。販売者全員がホームレスというわけではなく、安定した住居はあるものの、ストリートペーパー販売員以外の仕事を見つけることができない人や、ホームレスから出発したが、ストリートペーパー販売の売り上げで住む家を見つけることができて、販売を続けている人もいる。 通常、米国の主なストリートペーパーでは、ホームレスや貧困であることを証明する必要も、なければ安定的に住める家を見つけたら、販売者を辞めなければならないわけでもない。米国では2008年より、従来の販売者の主流を形成していた、慢性的なホームレスとは異なる。ホームレス状態になって間もない人、もしくは、経済危機などで生活できなくなった販売者が、 増えるようになっている。このような販売者はまともな教育を受けていて幅広い実務経験も持っているが2008年の金融危機によって職を失った人が多い。ストリートペーパーは様々な方法で創刊されている。例えばストリートセンス氏はプロフェッショナルなベンチャーである他市と異なりホームレスや過去にホームレスだった人たちによって創刊された。多数、特に 米国では地元政府や事前団体による援助を受けたり、国際ストリートペーパーネットワーク、北米路上新聞協会といった業界団体が新規ストリートペーパーにワークショップや支援を提供している。多くはボトムアップ型で制作し、ボランティアやメディア業界の新規参入者がはじめ、段階的に専門職が参加することで拡大を図っている。ほとんどの新聞は、 活動資金の多くを販売による収益、寄付、政府による補助金で賄っているが、地元企業からの広告費で賄っている場合もある。ビッグイシュー英国版のように社会的企業の広告が多く掲載されているものもある。しかし、新聞社や支援者間で広告を容認するかで論争となっており、広告は新聞にとって、 必要とする主張もあれば、広告の多くが貧困層と共にある新聞には不適切だという主張もある。ストリートペーパーのビジネスモデルは後半にわたっている。販売者サポートは、ホームレスのエンパワーメントにおいて高い価値を生み出し、ジャーナリズムを追求した内容、習慣として商業ベースに載せるものも出ている。既存の組織やプロジェクトの一環として経営されている。 ストリートペーパーがあるのに対し、特にヨーロッパのストリートペーパーは自主的なビジネスとして経営されている。大きい成功を収めているものとして、イギリスのビッグイシューは2001年に1週間で約30万部売り上げ、2000万ドル相当以上の利益を上げている。しかし、多くのストリートペーパーは月わずか3000部程度の売り上げで利益も過労じてという状況である。 ほとんどのストリートペーパーはホームレスや貧困に関する問題を取り上げているが、時折主要メディアが報じないホームレスに関する政策の変化や幅広いトピックに関する有益な情報源として機能している。ストリートペーパー販売者のプロフィールを含む記事やホームレス当事者や生活困窮者による寄稿も多いが、加えて活動家やコミュニティオーガナイザーが寄稿することもある。 例として、ワシントン DC のストリートセンス氏の総会、カンザス州、ローレンスのチェンジオブハート氏は2009年に、最近起きた、ホームレスキャンプの撤去に関する、ニュース、ホームレスを扱った書籍の批評、ホームレス支援を目的とする、ファミリープロミス団体の紹介、コミュニティリソースの一覧を掲載、ほとんどの寄稿者がホームレスだった。執筆の仕方は単純明快で、 社会科学者のケビン・ハウリーはストリートペーパーはネイティブな雄弁を兼ね備えていると述べている。ハウリーによればストリートペーパーは市民ジャーナリズムと同じで両方とも主要メディアが報じないことに対する運動や素人の参加を促進しているというが大きな違いは市民ジャーナリズムが必ずしも特定の立場を支持しているわけではないのに対しストリートペーパーは公然と ホームレスや貧困層のための主張を行っている。ほとんどのストリートペーパーと一線を画しているのが、イギリスのビッグイシューで、ホームレスや貧困に関する報道ではなく、著名人に関するニュースやインタビューに比重を置き、新聞記事のほとんどは、プロの執筆者によるもので幅広い読者層をターゲットにしている。販売者は、ホームレス状態の人が主で、ホームレスの人々を支援するために、 収益の大半を使い、ホームレス関連団体のアドボカシーを行っている。しかし、そのプロフェッショナルな体質と高い生産価値は、ストリートペーパーの立ち位置の是非として、プロフェッショナルによる執筆を支持する人と、草の根運動を理想と主張する人の間で議論となっており、批判の的になることもしばしばだ。人々に収入や仕事を提供することに加え、ストリートペーパーは、 ホームレスの参加者に責任と独立性を与え、緊密なホームレスコミュニティを作ることを目的としている。また販売者には、職業訓練、住居探しの支援、その他サービスの直接的な紹介といったプログラムも提供される。その他、大規模な社会福祉団体の一部として運営されていることもあり、例としてシカゴのストリートワイズでは販売者に薬物とアルコールの治療、 高校レベルの教育、キャリアカウンセリング、永久的に住める住居の提供団体を紹介することができるとしている。その他多くのストリートペーパーは、ホームレスや貧困に関する擁護団体や地元のホームレスコミュニティの頼り書となるなど多くの役割を担っている。ハウリーは、ストリートペーパーが、ホームレス、求職者、ワーキングプア、シェルター管理者、医療従事者、 コミュニティ運営者、その他そのような人たちのために働いている人たちとの間にある公式もしくは非公式な関係のネットワークを動員する手段となっていると述べている。2005年、シアトルのリアルチェンジは紙面をリニューアルし、週刊に移行することで寄付信での購入という偏見を払拭しようとした。ストリートペーパーの黎明期は人々は販売者に騙されることを恐れて買うことを たびたび躊躇していた。さらに、活動家による新聞の多くは、執筆や発行が素人仕事で活力がないとみなされていたので売り上げを出すことに失敗している。取り上げている話題も報道する価値のある内容に、こと書き、一般人やホームレスコミュニティにとって関連性や関心が薄いものだった。モントリオールとサンフランシスコにある団体は、ホームレスの寄稿者向けに、 執筆やジャーナリズムのワークショップを開催することで、これらの批判に応えている。数字の新聞では多く売れはするものの、広く読まれるわけではなく、多くの人々が新聞を買わずに直接販売者に寄付をするか新聞を買ったとしてもすぐ捨ててしまう、ありざまと言われている。ハウリーは新聞を、同情疲れとして読むことに、読者のためらいや不本意があると見ている。一方で、 ビッグイシューのように売り上げがよく幅広く読まれている。新聞も、たびたび主流メディアと変わらないとか商業主義的という批判にさらされている。また新聞が直面している、その他の困難として、一時的な仕事として販売者の離職率が高いことや、信頼度の低いスタッフ、資金不足、地元政府による出資のため報道の自由が認められていないこと、いくつかの読者層において、 ホームレス問題に関心がないことなどが列挙される。例として、ジャーナリズムを専門とする事務カニンガム教授は、カルガリーにおいて、カルガリーストリートトークの販売が困難に直面している原因として、ほとんどの中流階級、保守的な人々がホームレスの原因に対して十分な認識を持っていないという事実を挙げている。結局、反ホームレス法はたびたび、ストリートペーパーや、 その販売者を標的にしており、例としてニューヨークやクリーブランドでは公共交通機関や混雑するエリアで販売することを法律で禁止しているため、ストリートニュースやホームレスグレープバインは収益を出すことが困難になっている。ストリートペーパーの支持者や発行元の間にはストリートペーパーがどのように展開し何を目標とするかで意見の相違があるとされ、これは 社会変化を提唱するにあたって衝突する二つの考えが反映されていると見られる。ビジネスとして機能させ、ホームレスを支援するための収益と幅広い読者層を獲得するべきか、それとも幅広い読者層へ、ホームレスや貧困層の声を届けるべきかで揺れている。リアルチェンジの取締役ティモシー・ハリスは、リベラルな企業家とラディカルな草の根活動家の二つの陣営があると。 述べている。1990年代終わりにロンドンを拠点にするビッグイシューが米国に参入する計画を立て始めた時、米国ストリートペーパー発行元の多くは、プロフェッショナルが制作するビッグイシューの商品価値や大衆へのアピールといった点で対抗できなくなるだろうと懸念を示し、ビッグイシューはホームレスの声を十分に掲載していないと述べ、参入に否定的だった。 ホームレス問題に投資できる利益を生み出すためにビッグイシューは主流の新聞、雑誌を真似しているのに対し他のストリートペーパーはお金になる記事よりも政治、社会問題の記事に焦点を当てているため商業主義的でプロフェッショナルなストリートペーパーと草の根運動的なストリートペーパーとの間での論争を巻き起こしてきたストリートペーパー支持者の中には ストリートペーパーの主な目的がホームレスの声を届け主要メディアの報道の空白を埋めることだと考えているが一方でホームレスに仕事と収入を与えることを目的にすべきと考える人もいる頻繁に論争になる他の課題としてホームレスがストリートペーパーの執筆や印刷にどの程度まで参加すべきか収益を出すためにストリートペーパーは 広告を許容すべきかというのがある。このように、ケビン・ハウリーは、ストリートペーパーの仕組みの違いについて要約し、反体制派新聞、つまり進歩的な社会変化に取り組む、出版物としての発行が、多くの読者層を引きつけることができるのかと問うている。ありがとうございます。